昭和62年浸水、美山造船の MW282 の紹介をしていきます。エンジンは五十鈴製100馬力となっておりました。五十鈴製100馬力のエンジンですね。重油と軽油混ぜて今使用されております。かなり燃費がいいとお伺いしてます。スピードも計測いたしましたが、マックスで23ノットまで計測確認取れました。バウレールですね。両サイド頑丈です。しっかりしております。かんざしの方ですね、左舷側はしっかりしてますが、右側ちょっとこちらはずらつきはあんまりないですけど、ちょっとずつ落ちてきてますね。はい、バウデッキ下です。こちらには、大型のアンカーが格納されております。はい、巻き上げ機の動作も確認取れております。養殖灯の点灯確認取れております。28フィートサイズですね。前側すごい広いデッキになっておりまして、釣りが十分できるサイズですね。右舷側からロッドホルダーが 1,2,3,4,5,6,7,8 本、左舷側も同じく 1,2,3,4,5,6 本、左舷側は6本ですね。中央にまたあと 2,4,6,7 本あります。デッキ部分ですね、特に分厚いくような様子は見受けられません。がっちりした船体です。美山造船さんって感じですね。すが28フィートサイズだけあって、前のデッキ部分だけで6人ぐらいは釣りができそうですよ。はい、ブリッジ前4箇所ハッチ開けてみました。船首側の方が収納スペース2箇所です。今は燃料タンクとライフジャケットが格納されております。はい、ブリッジ前の方が2箇所、こちらが生けすになっております。夜間の釣り用にですね、LED タイプのものが両端ついております。デッキライト兼、サーチライトというような感じでしょうか。大型のソーラーパネルが2基完備されております。グリーン基調のオーニングのセールも大きな破れ汚れほつれと見受けられません。
エンジンルームにはバッテリーが3つ搭載されております。こちらがエンジン専用のバッテリー、隣にあるのが魚タン専用のバッテリー、こちらがエレキ専用のバッテリーとなっております。ソーラーパネルから充電も取れております。こちらがエレキ用のブレーカーとなっております。エンジンの方も一発始動です。Isuzu製の100馬力のエンジンが搭載されております。右側のウォークアラウンド進んでみます。お、どうだろう、太もも上ぐらいまでの高さがのレールがかましてありますね。キャスティングするも結構安心だと思います。アップデッキ側にもぐるりとハンドレールが完備されております。また左舷側もですね、同じように高さのあるハンドレールからウォークアラウンドタイプでアップデッキまでアクセスできます。アップデッキ側の2箇所ハッチ、こちらは収納スペースですね、ご使用なされております。法定備品類が納入されてました。スパンカーのセールは2023年に新品に新調されております。アクトデッキ点検口になります。シルトの動作もスムーズでした。こちらの部分でウィンコタとスパンカー使ってここでキャスティングをよくされるそうです。はい、こちら操舵席です。魚タンですね、2機搭載なされておりますが、こっちの浮装艇のものを今は GPS 専用、右側こちらクルド製の方を魚タン専用としてご使用なされております。クルドの FCV6220 という方でした。
ているようですね。メータービルを確保しています。現状撮影時アワーメーター2919時間示しております。席のシートの下にもこういった収納スペースになっております。あるガンネル周りになります。2024年2月船底の掃除から塗装実施されたばっかりピカピカです。こちらは右舷側の春ガンネル部分になります。大きなダメージ等も受けられません。綺麗な船体です。前のデッキでは6人ぐらいが同時にキャスティングができそうなぐらい広いデッキの宮間造船 MW28 いかがでしょうか。